おはようございます。私の測定筋膜筋肉です。今、箱根駅伝予選会終わって直後にちょっと動画を撮っております。はい。で、結果もね、発表された段階で動画を撮っておりまして、まだね、総合結果とか、チームの成績っていうのも出ているわけではないんですけれども、予選会を突破した10校が発表されたというところで、ちょっとね、感想戦もしていきたいなと思います。ぜひ速報版になるので、ぜひこの後ね、または後々動画撮っていければなというふうに思っています。はい。というわけで、まず事前にね、僕が予想していた大学10校と絶対の結果をちょっと答え合わせしていきたいと思います。はい、ドン。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひね、皆さんのコメントも聞いてみたいです。予想が当たったのかとか。はい。で、結果ですね、10校中、1、2、3、4、5、7校当たっていたというところで、まあ、とはいえね、当てられなかった大学があるというところは、ちょっと反省と、まあ、いろいろあるかなと思っています。で、まずね、各大学見ていきましょう。まあ、1校、1位からね、順に立教大学さんからちょっとお話ししていきます。はい。で、今日の朝ですね、事前にエントリーメンバー14名から、実際に出走するスタートリストが12名発表されていました。なので、その段階でもね、2名は走らないのが確定していたんですけど、その時点で立教大学さん、稲塚選手がメンバーいなかったので、ちょっと雲行き怪しいのかなと思ったんですが、まあ、馬場選手をね、筆頭に日本人先頭集団付近で勝負してる選手非常に多くて、はい、無難に通過しました。で、他のこう上位予想をしていただいたが、若干少しね、まあ、暑さ含め苦しんだっていうところで、スルスルっと1位で突破をしたのかなっていうふうに思っております。まあ、そうですね。まあ、問題なく、高林監督としても、まあ、しっかりね、暑さ対策はしていたけど、厳しいレースになったみたいなことを言ってたんですが、まあ、さすがにね、強い選手多いなと思いました。本戦も楽しみですね。はい。立教大学さん、お疲れ様でした。はい。そして、2校目、専修大学さん。はい。ここはですね、本当に申し訳ないんですけれども、事前に、データは、まあ、若干見ていたんですけど、ここまで来るかと。まあ、ダンカン・マイナ選手がいるというのは分かっていましたが、正直、ハーフどこまで走れるんだろうっていうのがあったんですが、さすがでしたね。まあ、関東インカレ、2部5000メートルも強かったですし、まあ、鶴川選手とね、最後競ったみたいなところが、記憶に新しいと思うんですけど、それ含めは2年生も強かったですよね。ちょっとここはですね、詳しく動画撮ります。別で、予選会解説バージョンみたいなの作りたいと思うので、ぜひそちらで話せればと思います。はい。専修大学さん、サプライズでした。おめでとうございます。はい。そして、3個目、山梨学院大学さん。はい。ここも私はボーダー予想をしていたので、ちょっとここまでね、入ってくるなとは思わなかったです。で、まあ、専修大学さんとして山梨学院大学が共通しているのは、留学生選手がね、かなり、後半伸びてきて、結果を残しているっていうところは大きいかなと思います。新谷選手不在で、正直僕は10校の中にも入れてなかったので、どうなんだろう。で、ムツク選手の代わりにフィーゴ選手エントリーしていったので、まあ、その方がね、ハーフ、粘り強い走りができるっていう、判断だったと思うんですけど、それがね、うまくハマっていた印象です。あとはまあ、この暑いコンディションの中でもタフな選手がね、多かった山梨学院大学さんが結果的に上位に来たのかなと思ってます。まあ、さすがにちょっとね、3位は、はい、驚きました。今も驚いてます。はい。そして、4位ですね、日本体育大学さん。ここはですね、逆に予想通りでした。僕も予想では3位予想をしていたのが結果、4位だったというか、まあ、そこまでね、イメージと、ズレはなかったんです。まあ、ちょっとね、上位に、上に来る2校がまさか専修大学さんと、日本体育大学さんとっていうのは驚いてるんですけど、タイムもね、おそらく、順当に、主力の選手が走って、順位もしっかりね、大きく漏れなく走ったのかなと思ってます。映像見てても、基本的には上位で走っていて、まあ、集団2、3人とかね、まとまって走ってるシーンが非常に多かったので、まあ、崩れることなくね、走ったのかなと思います。はい。さすがです。日本大学。下馬評ももともとかなり高かったと思っております。そして、中央学院大学ですね。はい、次。まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、吉田選手、やばいですねっていうところで、まあ、日本人エースの重圧とか、まあ、箱根駅伝予選会どうなんだっけっていう、なんてプレッシャーとかあると思ってるんですけど、まあ、その中でもしっかり、まあ、勝ち切る。さすがですよねっていう感じでございました。で、他部の近田選手かもね、結構上位で走っていたので、やっぱりね、ハーフ強いタフな選手、コンディションでも結果出せる選手が多かったので、このあたりもね、想定通りの、順位かなというふうに思っております。はい、私6位予想で実際は5位だったっていう感じです。
そして、6位、中央大学さんです。ここはちょっとぜひ、中央大学にお詳しい方々、どうなんでしょうね。まあ、実際エントリーメンバーが発表された時も、少しね、本間選手がエントリー外れていたかなと思っていて、まあ、その中で、この結果というのは果たしてどうなんでしょうかっていう感じですね。まあ、通過すればいいっていうところだったので、抑えて通過したのか、まあ、しっかりね、攻めた結果なのかはちょっとわからないんですけど、はい。そんな感じです。ちょっとね、まあ、本戦、あと全日本の、全日本、本戦、楽しみにしております。はい。白川選手、さすがの強さでした。はい。そして、日本大学。はい。ここも私、予想には入れていなかったんですけれども、まあ、キップケメイ選手、まあ、強かったですよね。留学生の中でも、もう終始、レースを、支配していたかなと思います。まあ、日本人もね、おそらくこの、キップケメイ選手の状態とかを見て、走って、勇気もらってね、後半走れたのかなっていうふうに思っております。まあ、ちょ、このあたりもね、日本人選手、ドイツ選手が後続活躍したのかっていうのは、また動画、別途上げられたらなと思います。そして、7位、8位、東京国際大学ですね。まあ、エティーリ選手、ちょっと、失速気味でしたよねっていうところで、あと、楠野キャプテン、ちょっとね、転倒ありましたのはちょっと気になってましたが、それでもね、しっかり通過でしたと。エティーリ選手、ちょっと暑さに弱いのが、ちょっと予選会にね、なかなか相性合わないんですけど、まあ、本戦でおそらくようやく見ることができると思うので、はい、非常に楽しみです。まあ、いろいろ噛み合わない部分はあったんですが、まあ、通過はしっかりしているので、本戦、結構怖い存在だと私は思ってます。全日本もあるんでね。はい、頑張っていただきたいですね。そして、神奈川大学さん。はい。まあ、スルッと通過をしましたよね。というところで、もともとね、私も8予想がしていて、実際9位だったっていうところで、おそらく、問題なく計算通り走ったのかなと思ってます。まあ、暑さ、崩れない選手がいない、崩れない大学が今回通過していると思うので、まあ、それにね、まさしく、当てはまる大学かなというふうに思います。これもちょっとちょうど詳しく見ていきたいと思います。終始KU の大学はね、目立っていたので、集団で結構上位でゴロッと入ったのかなと思っています。そして10位。はい。順天堂大学でしたね。いやー、ここね、1秒差のあの悲劇がありましたというところで、まあ、再選手戻ってきましたね。日本人、しっかり上位で勝負していました。で、まあ、吉岡選手も結構苦しそうな映像が抜かれていたりするので、実際後ろの、順位がどうだったのかっていうのは、まずはね、しっかり見ていければなというふうに思うんですけど、まあ、10位通過はちょっとね、予想外かなというふうに思ってます。はい。本戦、ちょっとぜひね、期待したいなと思っています。はい。社内じゃないな、チーム状況ちょっと気になりましたね。はい。というのが、まあ、実際10校までで、まあ、ちょっとね、最後お話しすると、東京農業大学さん、そして、東海大学さん。ちょっと、これはコメントがしづらい。ロホマン選手。もし、東海大学さんがまま走ってたら、まあ、どうなってたんでしょうねっていうのは非常に気になる。この1秒差悲劇、もし10位内に入ってたら、順天堂がどう、予選会の突破できない大学に入って、この1秒差の悲劇っていうのも生まれなかったので、はい。ちょっとコメントしづらいです。っていう感じです。はい。というわけで、はい。ちょっと速報版なので、はい。箱根駅伝予選会、速報版、感想戦でございました。ぜひ皆さんの気になった大学、選手いましたら、ぜひコメント欄に書いていただければと思います。また後日ね、詳しい解説版とか、データ見ていければなというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。では。